るまさんが転んだ。あ、ばいきんまん動いた。うー、悔しい。もうちょっとだったのにな。みんな、アンパンマンクッキングの時間だよ。今日はね、ちらじゃじゃーん、カラフルなゼリーを作っていくよ。ここにあるかわいい型を使うよ。色は全部で6色あるんだ。まずは緑でしょ、水色、黄色、そして青、赤でしょ、最後はピンク。綺麗な色だよね。それじゃ早速型に流し込んでいくよ。まずは赤色からいこう。よいしょ、次は黄色、どんどん入れるよ。次は緑、このカップの中にはね、固めるための粉が入ってるんだ。だからこんなにシャバシャバなのに、冷やすとちゃんとゼリーになるんだよ。すごいよね。それじゃあ2つ目の型に行くね。ピンク、ピンクも綺麗な色だね。かわいい。よし、次は青色。アンパンマン、一緒に遊ぼう。あれ、何してんの？あ、バイキンマン、今ね、カラフルなゼリーを作ってるんだ。へえ、綺麗だね。楽しそう。俺様もやっていい？いいよ。じゃあバイキンマンは青色と水色をこの型に入れてくれる？おーい、わかったよ。青色、青色っと、よいしょよいしょ。おいしくできるかな。楽しみだな。バイキンマン上手だね。おーい、ありがとう。楽しいね。最後は水色。よし、上手に入れたぞ。はい、全部入れ終わったよ。ありがとう、バイキンマン。じゃあ冷蔵庫に入れて冷やしてくるね。そうしたら固まるんだ。ちょっと時間がかかるから、できるまでの間一緒に遊ぼう。おーい、ねえねえ、何して遊ぼうか。そうだね、じゃあだるまさんが転んだやろ。お、いいね。あにょ、じゃんけんで決めよ。最初はグー、じゃんけんポン。あー、負けちゃった。僕が鬼だ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。あ、バイキンマン動いた。うー、悔しい。もうちょっとだったのにな。だるまさんが転んだ。だるまさんが転んだ。だるまさんが。タッチ。うん。アンパンマン強いな。まあね。あ、そろそろゼリーが固まった頃かもしれない。お家に帰ろっか。うん。やった、楽しみだな。見て、しっかり固まってるよ。ほら。もう一つの方も。
上手にできたね。これで完成だ。お、すごいすごい。早速食べようよ。うん、お皿に出してみるね。じゃじゃん、こんな感じにできたよ。ドキンちゃん、ロールパンナちゃん、ジャムおじさん、アンパンマン、これもアンパンマン、バイキンマン。うまく固まってるね。すごいや。うん、可愛くできてよかった。先にこっちから食べようね。うん、いただきます。いただきます。つるつるっと冷たくて美味しいね。次のゼリーも持ってくるね。はい、持ってきたよ。こっちも上手にできてるね。おい、それじゃ食べよう。うん。ん？え？なにこの味？アンパンマン、このゼリー変な味するよ。何の味にしたの？あれ、バイキンマン美味しくなかった？これはね、緑色がほうれん草の味で、黄色色がレモン、赤い色はトマトにしたんだ。俺様どれも苦手だよ。さっきのゼリーの方が美味しかった。え、本当？ごめんね。じゃあ僕が全部食べるよ。うん、どうぞどうぞ。色は綺麗で美味しそうなんだけどな。あ、ゼリー食べ過ぎちゃった。今度はバイキンマンの好きな味のゼリーにするね。うん、俺様はイチゴとかメロンとかブドウ味が好き。わかった、また一緒に作ろう。うん。それじゃあみんな、バイバイ。それにしてもアンパンマン、奇抜な味のゼリーを作るよね。やっぱり新しいことに挑戦しないとね。